無理ですということで前田智先生いかがでしたでしょうか。おい解決してねえぞ。だって無理だよ。もうだってリアでもガールでもねえじゃんこの話題よ。ねえ、もう気持ちを新たに今日から始めたわけじゃないですか。はいね。にもかかわらず心も入れ替えてね。なんでこの話題なの。得意？全然得意な人いんの。そもそもこのスタジオに得意な人いる、手挙げてみろよ。ほらいねえじゃん。どうやったら解決するの俺。もう無理ですよ。 G 好きな人っているん。いやいないね。イニシャル G ですか。イニシャル G。 イニシャル G。 なんかテクノっぽい音が流れてきそうですよね。これは無理ですよ。でもね、作家的にはね、これは一ついい方法があります。名前を変えればいいんですよってことが書いたんですけど。あ、本当だ。バカじゃねえ。名前変えたところでね、無理ですよね。見た目とか変わんないし、ね、例えば進んでじゃねえよ。なんか案があるからこういうこと書いたんじゃないの。投げっぱなしですか。ないの、そういうなんか案が。まあ、確かにでもね、濁点が多いし、なんかこうなんか汚い感じがこうしますよね、やっぱね。ね、うん、不法侵入じゃん大体そもそも。あ、確かに犯罪者だあいつ。そうだよ。なんかね、いつの間にいつ入ってきてるんですかね、あの人たち。人出たことあります？あんまね、うちではないんですけど、よくね、街を歩いてると見ますね。商店街で何の気なしに歩いてるね、そうそう、彼らは。そうそう、あと飲み屋が多いところとか、あ、どうもどうもとか言いながらね、うん、あ、やってるって、ごめんごめんごめん、何お、踏まないでくれよみたいな感じでさ。いや、踏んだら最悪だ。踏みませんけど。いやだいやだ。でも僕も東京に越してきてもう10年ぐらいになりますけれども、うんうん、なんかね、出たことはない。まだ。あ、家には出たことはない。はい。お、綺麗にしてるんですね、多分ね。そんなこともないと思うけどね。でもあいつらは潜んでますよ。やめて。何気に。やめて。何気に。やめて。冷蔵庫の下とかこう冷蔵庫へってやって。まあやめてよ。もうさ、一応さ、あの頑張って作家が書いてきたあの原稿通りに進みますけれども、ということで今夜はあいつの新しい呼び名を二人で考えたいと思います。書いたんだけど、うん、無理だって。とにかく可愛いやつにしよう。無理だって。色からこれが考えたやつね。ブラウニー、うん、茶色い彗星、トゥインクルスター、トゥインクルスター、ランバダって何これ、ね。ちょっとこれについて聞きたいんだけど。ランバダ、動きがね、動きがちょっとぽい。4番バッターってどういうことこれ。すごい強打者っぽい。強打者っぽい。ぽいぽいぽい。あいつホームラン打ちそう、すげえ。うん。あいつ確かにそういうことだった。パワーで持っていくタイプだな。ああ、なるほどね、うん。足も速いしね。黒いやつ。あ、言い方でしょ、それ。黒いやつ。化け物か。って言って。はい、早いとか言いながらやるとちょっとなんかそういう気分になればいいんじゃない。おそういう気分だ。あ、なるほどね。そうそうそう、なんか戦いに赴くみたいな感じで、面白くなる。ニュータイプジミターさ、うん、見えるって見える、私には黒いやつが見えるって言ってやればいいんじゃない。シーって、うん、あ、だから3匹出てきたらガイアとオルテガとマッシュだから。そうガイア、オルテガ、マッシュをさ倒せばいいんじゃない。あれ、またディアガンオタストーリーズになってるよ、もう。やめてよ、ディアガンオタストーリーズ。あれもうなんでなんでこんな男の子向きになっちゃうんだろうな、いつも。でもそれは一つの手じゃないの。で、ね、G でもごね、言わないけど、そうそう、 G だから G ね、 G 見えるって言って、やっぱりその、うん、ニュータイプっぽい、なんかこの自分が覚醒してさ、うん、倒せるみたいな感じになればいいんじゃない、うん、それ良くない、ちょっといいかも。ピーンってなって、うん、なんかそれはいいと思うよ。モビルスーツ的な位置づけに持っていくという。落ちろって言いながら。一つ、やだ、二つって言いながら倒せばいいんじゃない。もちろんカトンボとか言うんだ。そうカトンボじゃねえけど。うん、あ、まあ昆虫だからね。それでも女の子が参考にならないですけどね。だからその気分になればいいんだよ。もうじゃあそれかな、かっこいいかな。黒いやつって言いながらこう。それ言いたいだけだから。出たな、黒いやつ。真似したいだけでしょ、御社の先輩を。みたいなことで前田先生いかがでしょうか、うん、ぜひあのアシスタントさんとともにですね、うん、あのニュータイプごっこでね、ニュータイプごっこすればいいんだ。 G を倒してください。いい大人がね。よろしく。このシルフ相談室では毎週コミックシルフの作家さんから